一番ダイナミックの型番についてなんですけども、530LL ついてたんですが、頭に何かついてんだろうなと思ったんですけど、頭というか、その後ろの方 530LL だけじゃなくて何かあったような気がしたんですけども、正式は530の前に AX530 というふうについてましたが、AX530L ですね。LL ですね。で、これが壊れてしまったんですけども、東芝のノートパソコンを AX530L がハードディスクが壊れてしまったんですが、一応出荷状態を戻すことができる、できた様子を撮ってみたいと思います。で、この後いろいろやってみたんですが、結局壊れてしまいました。出荷状態に戻すというのをやったんですけども、これ連続で撮ってますね。で、結局どうなったんだろう。どうなってんのですね。あ、どうなってんのも、それはいつの間にか終わってましたね。大浦さんどうなってんので、前は何だって、何やってたんだ大浦さんどうなってんのの前に、朝、今は特ダネがやってますから、その前の番組は何だったんだろうなって、今関係ないんですが浮かんできたんですけど、で、これですね、この画像をどんどん見ていきたいと思うんですけども、結局うまくいかなかったという画像ですね。随分電車で撮ってるんですね。あまり変わってないのに。変わってないですね。多分これはこうやって撮ってるというのは、同じ感覚でも撮ってということでやってたと思うんですけども、やっぱ少し上がってますね。この間というのは、ただ1枚撮ってもう1枚撮るまでの時間という感じだと思います。ただ高速機構というのは特に使ってないですね。こういう使ってないと思います。もう2年前のことなんで忘れてしまいましたし、この X530L という機種自体ももうほとんど壊れてしまっているので使ってないですね。で、まあスクロールもう少し早くするか、これを通してもどうしようもないので、もう少し高速スクロールになっていますが、どうなるかな。もう容量的にはまた新しい動画になりますが、88MB になって、100MB になった新しい動画でまたバディカを撮り始めるというふうに設定しているので、93、94